はい、皆さんこんにちは。佐賀敦でございます。11月18日の土曜日ですね。ふう、なんかちょっと冷たいといっても、この日は19度ですね。お昼にビール系飲料をですね、3缶いただいたんで体が冷えてるんですね。あったかいコーヒーを飲むことにします。さて本題いきましょう。日本経済新聞はですね、これは今日ですね、18日に出た記事でございまして、例のごとく6行しか読めない日経ベリタスですね。タイトルがですね、中国不動産価格、中小都市の下落続く、地方経済は疲弊というタイトルでございまして、ちょっと読みますと、中国のマンション価格が都市の規模に応じて二極化している。二極化ね。大都市では前年同月比で上昇が続くが、いや、続いてないと思うんですよ、僕は。大都市はね、大都市の統計は当局が細かくチェックしてるんですよ。だから下落という統計は出てこないんですね。中小都市では下落が止まらない。人口の流出入という潜在需要の大きさに違いがあるほか、不動産刺激策など政策の効果が大都市に集中し、地域間格差を広げている面もある。地方都市には不動産以外に目立った産業がない地域も多く、不動産の長期低迷は地方経済を一段と疲弊させ、財政難に拍車をかける恐れがあると。中国国家統計局は16ニュニュニュとこうなってますね。今中国で不動産バブルが崩壊ということがかまぶしく言われていますがですね、それの主役はですね、三線級として言われています。一線級がですね、北京、上海、ですね、北京、上海、広州、深圳です。2000級が武漢であったり、チョンチンであったり、そういう、まあ、ちょっと僕らでも知ってるぐらいの都市ですね。で、3000級は、な、知らんやんっていう都市ですよ。で、3000級の都市ではですね、もうすでに目立ってというか、もうあからさまに下落をしています。で、最近1000級のですね、北京、上海、広州、深圳でもですね、実は値下がりしていると私は読んでいます。ただまあ、いつも申し上げることですけども、中国という国の場合ですね、まともな統計数字というものがないんですよ。存在しないんです。まあどっかにはあるのかもしれませんけどもですね、上に報告されるときには必ず修正が加えられてですね、それを、その数字を出した部署にとって都合のいい数字になっているということですね。大体割り増しをされているかですね、こう下落みたいな、こうマイナスのデータについてはですね、緩和されているわけですね。ちょっと下落幅が削られたりしているということですね。それで、その、中小都市で、まあ、ね、まあ、ものすごい下落をしてるんちゃうかなと思います。2倍、3倍当たり前で上昇を続けてきました。このですね、どうでしょう。中国経済がぐわっとですね、発展したのはゼロゼロ年代からなんですね。だからおおよそ20年ちょい、四半世紀ぐらいの間に、このうわっと値上がりしたわけであって、もう5倍、10倍になってるところも珍しくないと思います。そんなところでですね、値下がりが始まってるということなんですね。で、昨日ですね、中国全土でですね、契約、購入者がいるのに引き渡されないマンションが2000万戸あると。いうネタをですね、一発やりましたけども、どうでしょう、2000万戸仮にあったとしたら大変なことですね。だいたい中国って人口比は日本の10倍ですんで、日本で200万戸あるようなもんですよ。200万戸ってね、昨日も言いましたけども、日本全国で1年間に供給される新築マンションは7万戸弱です。
200万個って何年分やねんって話ですね。30年弱分ですね、がですね、こう引き渡されない状態になっていると。で、これもちょっと古い統計でですね、2010年頃にですね、計画されている中国全国、中国全土のですね、住戸数、マンションの、まあまあ主にマンションですね、住戸数34億人分あると言われてました。34億人って。人口がですね、政府発表で14億人なんですよ。実際13億人ぐらいではないかと僕は予想してるんですけども、まあ、そのですね、3倍とは言いませんけど、要は 2.5 倍ぐらいは住めるぐらいの住宅は実はもしかしてできているかもしれないと。グアンジュっていうんですか、鬼城っていうんですけど、人が住んでいないマンションがですね、なんていうかこう、一棟単位にちゃうんですよ。街であるんですよ、ガンと。それが僕らの目につくようなニュースサイトに出てきてるんですよ。これ町ごとですね、いやゴーストタウンですよと、町ごと人が住んでませんよとみたいなところがあって、なんなんこれと思うんですけど、実態がよう分かりません。私ももうちょっと若ければですね、中国に行って実態を見たいところですけども、もうこれだけですね、中国を茶化しまくってるんでですね、行ったら逮捕されます。もうこの年になったら体力的にも行きたくないし、立場的にも多分無理ですね。なんでひたすら私は日本語しか読めませんから、日本語のニュースサイトで情報収集してるんですけど、そんな私でさえ、ですね、あの国にはですね、人が住んでいないマンションが山のようにあるということを知ってるんです。で、あの国自体今どうなってるかなという気がしますね。日本は1990年代にですね、平成バブルが崩壊をしまして、ですね、ただですね、あの時の記憶からしますとですね、人が住んでいないマンションなんてほとんどないです、日本の場合は。一つだけ建設途中で取り壊されたマンションがありましたね。確か丸紅が作ったマンションだったと思いますけども、そんなんが一つあったぐらいでですね、まあ大体そのなんていうか人は住んでるわけですよ。だからバブルの時は5000万やったけども、今は3000万とか2000万とかそういうマンションいっぱいありましたけどね、1990年代。中国のやってることっていうのは、そういうこう、なんていうか、実態に即してないんですよね。もうむちゃくちゃです。もうゴーストタウンって本当にタウンなんですよ。本来何十万人も人が住めるところをですね、ほとんど数千人しか住んでないとかね、千人も住んでないとかっていうのがポツン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 といっぱいあるわけですよ。で、それをね、こうどうするんでしょうね。クリアにしていくにはですね、普通に考えたら何十年もかかりますけどね。まあ、ただあの国はね、こうやることが壮大ですよ。まあインチキをやってるわけですけど、インチキのレベルがですね、もう桁外れですよ。日本の10倍なんですけど、本来はこのインチキの桁はですね、10倍どころか100倍とか1000倍とかぐらいになってるんちゃうかなというぐらいにですね、変なんですよ。これではどう始末するんでしょうね。いや、私もね、あと多分普通に生きたら十数年なんですけど、あの後始末の最後見たいなという気がするんですけど、長生きしなあかんや、それやったらと。いや、見たいんですけどね、どうなんのかっていうのが。で、またいつか、実際に中国に行けるようになればですね、行ってもみたいと思うけども、その時も70過ぎてますからね、きっと私は。多分行けないでしょ、体力的にね。逮捕の危険がなくなったら行ってみたいような気がしますけど。はい。今、のこのこと出かけていくとですね、私みたいな人間はですね、帰ってこれなくなるという可能性があります。多分人類史上で一番のバブル。というものが今中国で起こってですね、それが崩壊しつつあるという非常に世界史的なスペクタクルが今行われてるんですよ。いや、見たいわという気がしますけどね。はい、ということで一応このですね、6行しか読めませんでした。
日本経済新聞のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。